木瀬川は、兵庫県加古郡稲見町加古川市加古郡、張間町を流れる独立水系の河川である。水源は、加古郡稲見町丘の長方池で、あえ漁港の脇で、張間灘に注いでいる。河川管理上の水源は長方池だが、長方池は1891年に完成した、大御粗水を受け1894年に整備されたもので、木瀬川本流は長方池の先で、 大御疎水の森安、市中支線と直結もしている。また、長方池には、神戸市西区を流れる山田川疎水、岩岡支線が、筒井東西門池、白蛇池、また左江門池を経て流入している。さらに長方地より下流でも、市中、森安支線流末の溝が、沢池や天馬大池から給水されており、人工河川としては淡山疎水。 東岸用水水系に組み込まれてもいる。木瀬川は、江戸時代には、土山川、野添川、明治時代初期には、本城川、阿江川と呼ばれており、1900年に木瀬川の名称が定められた。また、過古郡稲美町岡で流れをせき止め造成した、新房時計家から、上流は、古戦とも呼ばれる。天馬大池合流店や稲美町、過古川市の境界にも受けられた。 分水流は、明石市、魚住町清水一帯の田を雨量し、加古川市平岡町土山には流れをせき止めた、新川池がある。長方池は1945年の阿久根台風で、決壊し、木瀬川流域に氾濫し、2.5キロ下流の波水池までも決壊させ、濁流は海に到達した。下流から上流へ向かう順番。ありがとうございます。